こんにちは、即歌塾の久保です。まあ人間と他の動物たちの大きな違いというのは様々あると思いますけども一つには自分の思いや自分の考えを他の人に伝えることができるってことだと思うんですよ。同じ時代に生きる他の人もしくは別の時代に生きる他の人にです。例えば聖書なんてのは2000年前に書かれた本だと言われてますけどもその本っていうのは時を経てですね全く知らない私たちにもいろんな学びを 伝えてくるわけですよねそもそも億万長者合宿のこのリレーってのはエホバの証人から始まってますんでまあそれでですねこの人に思いを伝えることができるっていうのは、まあ、人間以外ではほとんどの動物が、まあ、できてはいないと思うんですよね。まあ、瞬間的なものとかね気をつけろーぐらいののはあると思いますけども明確に A と B と C を組み合わせたらあ X になるみたいなこんな形です。 でですのでテクノロジーっていうのは世代を超えてどんどん受け継がれていったりとかね例えばニュートンっていう人が考えたあ発見したと言われている引力っていうものも私たちは書籍によって一瞬で学ぶことができますよねそしてですねここから記録という,うその言葉概念は「猿の惑星」という映画に移っていくんですよね私が幼い頃「猿の惑星」という映画を見た時にこんなことをその映画から読み取ったんですよ猿のの惑星っててはシリーズでありまして 1> まあ、第1作第2作第3作と進んでいくんですけどもその第2作ではですね知恵を持ったサルが、まあ、現代に、えー、こうやってきてですねこの地球上にやってきてみんなを驚かせるんですよね。でそのサルの世界のテクノロジーを伝えてくれるんですけども、まあ、それはすごく科学が進んだことだ。 宇宙船も作っちゃうんだみたいなね友人宇宙船を可能にするみたいな話でいろんな科学者が興味を持つんですけどもその科学者のうちの一人が待てよとこんなに知能の進んだやつがそのうち子供を産んだら私たち人類にとって変わるんじゃないかなっていうふうに考えたんですよ。でそれは後々本当にね猿の惑星征服といってこの地球を猿が支配して 人類がどちらかというとちょっと下にね置かれるみたいな時代は来るんですけどもその時はその博士のね予想は器具でしかなかったんですよねまあでも別の言い方をするとその博士は選挙の命があったとも言えるんですけどねでその博士がその猿のね、まあ、2人で来たんですけども2人の猿ね2人の猿が来たんですけども夫婦で来たんですよその夫婦に子供が生まれたっての知ってやばいと思って。 一生懸命ね、そのお猿、夫婦と子供を殺そうとすするんですよね。まあそういう物語があってお父さんお母さんは死んでしまうんですよ。で子供はちょっとしたあ動物保護の起点でですね生かされて、まあ、身代わりの猿が殺されるってことにはなるんですけども知恵を持ったそのお猿はですね生き延びていってまあ後々文明を作っていくそのヒーローになるシーザーという、ね、名前でヒーローになっていくんですけどもね。 そのシーザーザがですね、地球が核戦争で滅んでしまった後にやっぱりこの地球を人間に任せてっちゃダメだとこれからは平和と知恵のある猿があ支配していかないといけないなってことで、えー、実はそこでですね平和に人類をがが支配すすする、る管理世の中が訪れたわけなんですよ。そして核戦争で滅んでしまったあ地球をですねいろいろ旅しながらあーいろんな書籍とか ああ焼け残ったああ科学的な物質とか探しに行くんですねその中でなんとですねそのシーザーは自分がまだ生まれる前にお父さんお母さんが科学者にいろいろインタビューを受けている映像を見つけちゃったんですよ。であこれが自分の母かこれが自分の父なんだっていうふうにずーっとその映像をね見てるんですよね。うん、で見る中でその猿がつぶやく言葉があったんですよ。確かにこの記録ははすごいなと私たちは 父や母がいなくても過去から未来を学べるって言ったんですよ。いやそれは映画の中の台本にある何気ないセリフだったんですけども幼い私にはねものすごくね衝撃的だったんですよね。確かに意思や記録ってのは残せば誰かが活用してくれるかもしれない。でも残さなければ後世の人がねゼロからまた構築しないといけないんで元のむくやみだってことなんですよ。そういう意味で今私たちは YouTube を使ってますけどももしかしたらですね 50年100年1000年たって YouTube というのはもうなくなってるかもしれませんが当時のこの21世紀のですね YouTube というテクノロジーを再生させるテクノロジーは未来にはあると思うんですよ。ね、今だかから VHS をを再再生生ししたたりりとミするるテクノロジーがあるようにですよでそこでですねインターネット上のクラウドの情報を何かの方法で取ってきてですね YouTube をバッとね検索して再生させるってことがあればおそらく21世紀に。 東洋の小さな島国で変な2人がねこの億万長者合宿というねたわいもないやり取りをしていて本当に億万長者になってるみたいなねそんな冗談みたいな過去話をこう本当かいなみたいな感じで見てるかもしれないですねつまり私たちは未来においても詐欺師扱いされるということなんですよ <laughs> なかなか面白くないですかまあまだまだ、ね、暑い日が続きますけども頭の中はねクールでいたいですねいってらっしゃい